ルカによる福音書第18章。またイエスは失望せずに常に祈るべきことを人々に例えて教えられた。ある町に神を恐れず人を人とも思わぬ裁判官がいた。ところがその同じ町に一人のやもめがいて、彼のもとにたびたび来て、どうぞ私を訴える者を裁いて私を守ってくださいと願い続けた。彼はしばらくの間聞き入れないでいたが、その後心の内で考えた。私は神をも恐れず人を人とも思わないが、このやもめが私に面倒をかけるから彼女のためになる裁判をしてやろう。そうしたら絶えずやってきて私を悩ますことがなくなるだろう。そこで主は言われた。この不義な裁判官の言っていることを聞いたか。まして神は日夜叫び求める先民のために正しい裁きをしてくださらずに、長い間そのままにしておかれることがあろうか。あなた方に言っておくが、神は速やかに裁いてくださるであろう。しかし人の子が来るとき、地上に信仰が見られるであろうか。自分を義人だと自認して他人を見下げている人たちに対して、イエスはまたこの例えをお話しになった。二人の人が祈るために宮に登った。その一人はパリサイ人であり、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って一人でこう祈った。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、勧誘をするものではなく、またこの主税人のような人間でもないことを感謝します。私は一週に二度断食しており、全収入の十分の一を捧げています。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私をお許しください、と、あなた方に言っておく。神に義とされて自分の家に帰ったのは、この主税人であって、あのパリサイ人ではなかった。おおよそ自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろう。イエスに触っていただくために、人々が幼子らを身元に連れてきた。ところが弟子たちはそれを見て彼らをたしなめた。するとイエスは幼子らを呼び寄せて言われた。幼子らを私のところに来るままにしておきなさい。止めてはならない。神の国はこのようなものの国である。よく聞いておくがよい。誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければ、そこに入ることは決してできない。またある役人がイエスに尋ねた。よき師よ、何をしたら永遠の生命が受けられましょうか。イエスは言われた。なぜ私を良き者というのか。神一人の他に良い方はいない。今しめはあなたの知っている通りである。勧誘するな、殺すな、盗むな、偽証を立てるな、父と母とを敬え。すると彼は言った。それらのことは皆小さい時から守っております。イエスはこれを聞いて言われた。あなたのすることがまだ一つ残っている。持っているものを皆売り払って貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。彼はこの言葉を聞いて非常に悲しんだ。大金持ちであったからである。イエスは彼の様子を見て言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことであろう。富んでいる者が神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これを聞いた人々が、それでは誰が救われることができるのですか？と尋ねると、イエスは言われた。人にはできないことも神にはできる。ペテロが言った。ご覧ください。私たちは自分のものを捨てて、あなたに従いました。イエスは言われた。よく聞いておくがよい。誰でも神の国のために、家、妻、兄弟、両親、子を捨てた者は、必ず、この時代では、
その幾倍をも受け、また来たるべき世では永遠の生命を受けるのである。イエスは十二弟子を呼び寄せて言われた。見よ、私たちはエルサレムへ登っていくが、人の子について預言者たちが記したことはすべて成就するであろう。人の子は異邦人に引き渡され、あざけられ、恥ずかしめを受け、椿をかけられ、また鞭打たれてから、ついに殺され、そして三日目によみがえるであろう。弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。この言葉が彼らに隠されていたので、イエスの言われたことが理解できなかった。イエスがエリコに近づかれたとき、ある目の見えない人が道端に座って物乞いをしていた。群衆が通り過ぎる音を耳にして、彼は何事があるのかと尋ねた。ところが、ナザレのイエスがお通りなのだと聞かされたので、声を上げて、ダビデの子、イエスよ、私を憐れんでください、と言った。先頭に立つ人々が彼を叱って黙らせようとしたが、彼はますます激しく叫び続けた。ダビデの子よ、私を憐れんでください。そこでイエスは立ち止まって、そのものを連れてくるようにとお命じになった。彼が近づいたとき、私に何をしてほしいのかとお尋ねになると、主よ、見えるようになることですと答えた。そこでイエスは言われた。見えるようになれ。あなたの信仰があなたを救った。すると彼はたちまち見えるようになった。そして神をあがめながらイエスに従っていった。これを見て人々は皆神を賛美した。